はい、テレ朝3日間封鎖ですって。まあ報道ステーションの件大きいんでしょうけど、その、ね、赤江珠緒さんのご主人もなんかプロデューサーなんでしたっけ、ね、陽性だったということで、なかなかの感じになってきましたよね。20日から来客者の入館に関しても不可、まあ来客者はね入らないっていう形でいいでしょう。結構証券会社とかでも来店は原則しないでくれみたいな感じになってきてるらしいので、ね、でまあちょっと気になってるのこの石田純一が陽性っていうのもまた気になるところですね。まあ若、見た目は若いけど年齢が年齢ですからね、もうね66除菌 99.99% 持ち歩いて顔にかけて、なんかあのウイルスブロックするスプレーとかもありますよね。握手してくださいって言われたら、まあね、まあわかん、どこで映ったのかわかんないですけどね、それはということでありまして、まあ引き続きコロナの話題がね、まあある中で、まあ訪日外国人客数、まあ、正式な数字が発表されました。 93% 減ということで、昨日の、ね、底落ちが出た形の通りになりました。で、あと東芝が全拠点7万6000人休業だそうです。もう子会社とかも含めて全部ってことなんですかね。金率 15% から 20% 程度。なんかテレワークもテレワークで本当に大変そう本当になんか慣れないしね。ちょっと思いますけどソニーの話題あります。後でソニーの株価見ていきますけれども、やっぱりまあこの話題でいろいろ上がってるものとか、まあ、関係なく上がってるところとかっていうのもいろいろありますんで、その辺も含めてですね、本編見ていきましょう。ちょっと画面変えちゃいましたけど、まあ明るい話題が欲しいですよね。なんせね、なんかそういうのがないかなっていうのですけど、明るい話題とか楽しいイベントとか全部自粛ってなってしまってるんでね、なかなか何もできないわけですけど、まあ出しちゃってるんで見ていきましょう。日経平均株価からですね、見ていきます。今日は88円72銭安19,550円09銭、 0.45% の下落となりました。今日はちょっとまあそんなにすごく下げたっていうわけでもないですけど、19,500円割れ一時ねありましたけど、ちょっとね、あの寄りのところとか、まあ引き間際もそうでしたけどね、まあちょっとそんな展開がずっと続いておりました。ちょっとあの5番から結構戻すようなところもあったりして、トピックスとか GPX400 プラスだったんですが、225に関しては今日マイナスということで、ちょっと重たい展開となりました。まあ昨日の逆ですね、そういう意味ではね、ということでした。トピックス 0.56 ポイントのプラス、1434.07、 0.04% の上昇となりました。トピックスが今日、まあ、前引きのところがマイナス 0.54% だったってところで、そこで日銀の買いが入ってきたとかね、まあ、その辺の引き体もあったというところで、5番ある程度しっかりした動きだったのかなと思います。 JPX400 0.34% の上昇でした。二部指数、小型もまあまあややしっかりって感じですかね。底堅いというか、二部指数 0.08% マイナスではありますが、小幅安でとどまってます。日経平均平均が8日続伸、10円54銭高、3064円97銭、0.35% の上昇。マザーズ指数も、底堅かったですね。2.61 ポイント高、711.64、0.37% の上昇でした。もうちょっと高いところあったんですけどね。後半ちょっと押し戻されてしまいました。で、リート指数が 0.76% 下落です。陰線が続きますね。なかなか買いが続かないというところになってきております。ドル円が、まあ、一時期107円割れましたね。106円台また入ってきました、朝方。今のところまた戻してはいますが、107円40銭台、というところになってきてます。先物、今ちょっと安いんですけどね。まあ、詳しくは、明日はこれを変わるところで見ていきます。原油20ドル割れてます。19ドル台ですね、今日ね。といった動きでした。ちょっとこの協調減産幅では足りないというような見方から売られているようであります。では、
225銘柄から見ていきましょう。今日どうかな、値下がりの方が多かったですかね。あんまだいぶ多かった。値上がり銘柄数68、変わらずが3、値下がりが154っていう形でした。値上がりから見ていきますと、今日富士通、まあ富士通 NEC が今日値上がり率上位でした。やっぱり NEC だなっていうのをですね、ここで感じたんですが、ちょっと前に売ってしまったっていうですね、残念。まあこの辺やっぱ底堅いというか強い、需要あるなっていうことなんですね。富士通510円だから1万飛び805円、4.95% の上昇。あんまり関係ないですね、この辺の材料ね。NEC。185円だから4335円、4.46% の上昇となりました。うん、ですね。3位、リクルート。大幅続伸ですね。昨日に続いて、110円50銭だから2800円ちょうど、4.11% の上昇でした。さすがに売られすぎ感出てきて、まあもうちょっといけば、なんか3100円ぐらいまで上がれれば、トリプルボトム形成になりますね。そうするとどれくらい戻すか、600円とかだとすると3000円、だから3000円後半ぐらいまでは戻していけるかなって感じになりますかね。あと東宝、去年結構ねヒット作に恵まれたということで、決算良かったということですね。悪抜けでもありました。120円高3500円、 3.5% の上昇でした。あと今日鉄道しっかり、小田急、京王とか続いてます。あ、東武、小田急、京王か。で、中外製薬、イオン、ソニーという感じです。ソニー見ておきましょうね。ソニー151円高6767円、 2.28% の上昇。人工呼吸器の生産協力を検討しているというような話が続いてきました。ソニーね、しっかりした展開続いてますが、さらに追い風になるようなニュースが入ってよかったなと、そんなところです。では、値下がりか、値下がりの方、いきましょう。今日トップ、東洋製菓。結構下げましたね。こんなに下げる、なんか、材料あったかって感じですけど。80年安、1059円 7.2% の下落でした。結構飽きない友達って売られちゃってるんですね。なんでしょうね。缶こそみんな買いだめた方がいいんじゃないかって思ったりするんですけど。まあ、レトルトですか、時代は。はい。続いて、三井イアンですね。39円安、544円、6.7% 下落でした。まあ、この辺はしょうがないですね。重たくなりますよね。続いて、昨日反発した、ユニファイマー、ちょっと今日力なかったですね。96円安、1757円、5.2% の下落でした。まあ、ちょっと一旦、利確売りというかね、一旦話して動きますね。4位、鈴木。155円安、3039円、4.85% の下落でした。レーティング出てます。鈴木、ニュートラル継続で目標株価。まあ、野村ですね。野村で3150円から3050円に引き下げ出ております。あとは、シチズン、電ガラ、日本電気ガラス、日本製鋼所、アームですね。あと IHI、日本郵政、日記、そんな感じで続いております。では、材料含めたところで、小型も含めてね、見ていきましょう。ベイカレント。今日ストップ高ですかね。上期上振れ着地となりました。1000円高6440円、18.38% 上昇、ストップ高です。まあ、良かったですね。第3クォーター大幅上昇、情報修正、の着手、さらに上回ったという2月期になりました。で、前期が上振れたんですね。コンサルタントの戦列化などによって稼働率が上昇ということです。今期の見通しもなかなかいいよということで、売上収益のみレンジ予想で開示している。まあ、なかなか見通し難しいですけどね。ただ増収だということでありまして、今日ストップ高でした。串カツ田中。第1クォーターはまあまあいい数字でした。あと自社株が発表してます。ちょっと押し戻されちゃいましたけどね。118円とか1253円。10% 上昇ですね。あとヒーローズ。AI 関連今日物色されたりしてましたね。ヒーローズ475円。だから3910円。13.8% 上昇。イドム。こちらも好業績。この業績上振れと自社株が発表してます。59円高456円、14.86% 上昇。あとはビニール、透明ビニールカーテンね、引き続き買われております。ウェブロック。まあ安いところ買いに来てます。昨日下がったんでね、やっぱ買われて、
欠かさず、すかさず買いに来た。55円だから644円 9.4% 上昇。アンドファクトリー、ちょっと悪かったようですね。上期営業赤字、あと株主優待制度の変更ということを発表しておりまして、今日ストップ安でした。300円安、1107円 21.3% の下落でした。期待高かっただけにですね、難しいですね。野村後継者決算発表ありましたが、まあ2桁、前期2桁増益だったんですが、今期はちょっと見通し非開示ということで売られましてね、63円安759円 7.66% 下落。まあ予測してほしいもんですけど、さすがに野村後継者みたいな会社はちょっとね、想定難しいですよね。昨日お伝えした東京証券かな、50円だから218円 29.76% 上昇、ストップだからして前期大幅着上振れ着地となってます。こんなもんかな。ウーム見ておきましょうか。まあ注目されてる方も多かった、多いと思います。私も以前持ってましたが、ウーム176円安1995円 8.1% 下落でした。5月期の、業績予想上、下方修正しております。やっぱり広告企業の広告出向が減っている、広告費が減っているってことなんで、あの閲覧数、動画閲覧数は増えてるんだけれども、そっちの方で伏線しているということでしたね。ビザスクストップ高じゃないか。230円高1630円 16.4% 上昇。2月期好決算でした。今期の見通し控えなんですけどね。それでも買われたという形でした。こんなもんかな。ちょっとざっと見てまいりましたが、個別この動きになっております。ということで、以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。